教えてさえ質問コーナーということで、視聴者の皆さんが事前にいただいた質問などなどを今からお伝えするんですが、最初の質問といたしましてね、前回この三井不動産プレゼンツクレイジーアスリートオンラインインタビューに出演いただいたプロテニスプレーヤーですね、イケメンプレーヤーとしても有名なんですけども、期待の星としてね、本当に注目されている西岡良仁選手、今出てますね。これテニスプレーヤーとは思えないかっこいい潜在写真なんですもん、お友達です。その西岡選手から畠山選手に質問があってね、まあ西山選手本当に正直者だなと思ったんですけども、BMX 実際本当の正直なところはよく分かりません、詳しくないのですが、素直にどのような練習をしているのか気になりましたということなんですが、これに対してお答えするとすればどうお答えしますか？主なトレーニングは本当にジムで筋力トレーニングとその BMX コースでの練習の2つですね。ジムでトレーニングでその脚力を鍛えたりとかで、あとはやっぱり BMX コースで練習するので、そのジャンプのテクニックだったりとか、そのスタートゲートだったりとかをトレーニングしてます。ジムトレーニングはやはり下半身強化がメインですか？そうですね、バランスよく下半身がメインだけど上半身も一応やってますね。やっぱこれどれだけ上げれるようになったとかっていう目標がちょっとずつこうあるわけですね。そうですね、やっぱり、その数字で重さは数字見れるので、すごい楽しいですね。2つあるということですね、ジムトレーニングとコース上のトレーニングということで、西岡選手からの質問をお答えさせていただきました。ありがとうございました。で、視聴者の皆さんからいただいた、これね、いい質問来てますよ。先日お誕生日おめでとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。21になられたんですよね。2週間、はい、3週間ほど前かな。どんなプレゼントやお祝い事をしましたかという、これかなりプライベートなことを聞きますね。いいですか、お伺いして。はい、誕生日プレゼントはレゴの車組み立てる普通のレゴのやつもらいました。見せてよ、すごいな。